2019年第10回北区オープンボディビルフィットネス大会開会式を始めさせていただきます。はじめに選手を入場でございます。皆様大きな拍手をお送りください。選手入場。並びに連盟旗掲揚、国歌吹奏を行います。ご来賓、ご来場の皆様、誠に恐れ入りますが、ご起立、ご立ちの上、舞台中央の国旗にご注目くださいませ。選手もお願いいたします。中央に行きましょう。国歌吹奏、それだ。ご挨拶となっておりますが、注意の方で割愛させていただきます。ご来賓の方よりご挨拶を賜ります。衆議院議員高木誠先生、健先生、よろしくお願いいたします。ご一緒に自民党北区議会議員山田香子先生、お願いいたします。大変失礼いたしました。その前に主催者を代表いたしまして、北区ボディビルフィットネス連盟奥寺はじめ会長よりご挨拶です。お願いいたします。本大会も10回目を迎えることになりました。全然盛況でありまして、各も皆さん、この会場にいる皆さん、ご参集いただきまして誠に感謝をしております。また選手部においては日頃の鍛錬をですね、いかなく発揮して勇気を持って、エントリーしていただいております。された側としてはですね、このない喜びでございます。来年はオリンピック本戦になるんですけど、オリンピックの各アスリートはボディビルを目指しながら本戦に向かっていると、他のスポーツにはない、健康、肉体健康美の増進、そして気力、そして、健康という、この3つを揃えた競技は他にはないんです。それをですね、血の出る思いで、皆さん精進しているわけであります。ボディビルの審査はまたこれ非常に複雑回帰で難しいんですけど、矢野義雄です審査委員長のもとに厳正に、審査をしております。選手諸君はこの元、チャンピオンであった矢野先生の、審査を受けるということは大変無意味なことでありまして、これも心に残る本大会の一つになるのではないかなと思っております。最後でありますけど、この会場をまたは地域として、応援してくれている北区、北区の衆議院議員の高木圭先生がお見えですので、今後も
この大会を応援していただきたいなと感じてご紹介を申し上げます。もう一方、府議で次期の、都議会選挙を目指している、山田先生もお見えですので、ご紹介を兼ねてともにですね、北区の健康増進のためにもお力添えをいただきたいと思っております。簡単でありますが、主催者のご挨拶をさせていただきます。ありがとうございます。ありがとうございました。北区の運営担当の市内の奥田はじめ会長でした。それでは改めまして、ご来賓のご紹介をさせていただきます。衆議院議員高木健先生、そして自民党北区議会議員山田加奈子先生です。ご紹介いただきました地元北区、そして東京比例代表選出自由民主党の衆議院議員であります高木健と申します。今日は私は北区のものでございますので、このように素晴らしいボディビルフィットネスの大会が北区赤羽で開催されますことに一頃からお喜びを申し上げ、そして大変ありがたく厚く御礼を申し上げたいと存じます。奥寺会長先生からもお話がありましたが、以前から私たちはこのボディビルフィットネス北区の体育協会にも加入をしていただいておりますけども、もっともっとこうメジャーに、そして将来はオリンピックの競技になるといいね、でそんなことも実は話をしてまいりました。私は衆議院議員になる前に都議会議員をさせていただいておりましたが、来年、オリンピック・パラリンピックが東京で開催されることになるんですけども、オリンピックというのは皆さんご存知だと思いますけども、1952年のヘルシンキ大会までは実は芸術競技という祭典競技がございまして、これはオリンピックというのはそもそもギリシャ神話の神々とつながるという意味があって、その意味では芸術の絵画とか彫刻とかあるいはさまざまな部分でこれがオリンピックの実は祭典競技とされていたわけであります。そういう意味ではこのボディビルフィットネスも神々とつながるという意味ではまさにルネサンスのあのミケランジェロのダビデ像のようなその体を作っていただくという意味では、私はオリンピックに全くふさわしい競技ではないか、このようにも思っているわけであります。どうぞストイックに、そして日々の鍛錬がまさに今日の結集に、皆さんのこの演技の結集になっているんだろうとこう思いますから、どうぞ皆様方にはそうした一つ一つのことに大変多くの声援をいただいて、そして選手の皆さんを励ましていただきたい、このように思うわけであります。今日きっかけにいたしまして、また素晴らしいこのボディビルフィットネスの世界が、そして健康増進と、そして肉体美を皆さんにお見せをするこの競技がますますご発展をされますことを心からご祈念を申し上げさせていただきまして、一言挨拶とさせていただきます。本日は誠におめでとうございます。ありがとうございました。衆議院議員高木健先生、区議会議員山田加奈子先生でした。ありがとうございました。もう一方、プログラムでは衆議院議員太田昭宏様のご挨拶となっておりますが、本日ご公務のためお見えになりません。ご活用をさせていただきますことをご了承くださいませ。それではここで高らかに選手宣誓を行っていただきましょう。山野義晴選手、中野育子選手、前の方にお進みください。宣誓。我々選手一同は今日まで鍛え上げてきた健全な肉体と健全な精神にのっとり全力で奉仕することを誓います。令和元年11月4日選手代表山野井義晴、中野文子、はい、司会の先生でございました。ありがとうございました。それではここで一旦選手は退場させていただきます。皆様大きな拍手でお送りください。
なる審査を担当してくださいます審査員の先生方をご紹介させていただきます。矢野義弘 JBBF 一級審査員、林優 JBBF 一級審査員、斉藤誠 JBBF 一級審査員、失礼いたしました、斉藤雅人、吉谷美香 JBBF 一級審査員、安井由里 JBBF 一級審査員、小山典子 JBBF 二級審査員、辻元雅美 JBBF 三級審査員、そして審査を統括いたします審査委員長 JBBF、失礼いたしました、辻元敏子 IBBB 国際審査員、以上、審査員の先生方、よろしくお願いいたします。はい、歌を見て、からいきます。2018年東京選手権ジュニア優勝、2019年日本ジュニア9位、矢野大地選手。オールジャパン優勝、グランドチャンピオンシップ2位、ダンシー・アッサ選手。最後に、よく続いて、2018年日本アジア、2019年アジア優勝、日本クラス別優勝、澤田めぐみ選手。以上、3人の選手が本日のゲストです。後ほどのポージングに期待しています。